こんにちは、カナイ北野カナイです。おはようございます。これはあのクリーン&あセーフティー&クリーン大作戦に参加してくれているみんなかな。はい、そうです、そうです。朝早くからお疲れ様だにゃ。ちなみにあの皆さんちょっと一人一人自己紹介をちょっと今インタビューしてるんだね、はい、よかったらちょっと自己紹介をしていただけたらと思います。はい、ちょっとあのそこのイケメンさんからお願いします。あの株式会社インテリジェンスの宮本と申します。よろしくお願いします。シュウコー隣のイケメンさん、はい、お願いします。株式会社インテリジェンスのジンと申します。ジン、かっこいい。神様の神で、神様の神でジンですか。はい、あ、ちょっと崇めなきゃダメだね。ジン様、ジン様と、はい、ありがとう、キビ。あそこの美少女お二人さん、お願いしますにゃ。同じく株式会社インテリジェンスの石川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、シュウコー。最後に、かわいこちゃん、お願いします。アンとラインバイトを運営してます。株式会社インテリジェンスの神口です。お願いします。よろしくお願いします、シュウコー。ちゃんと自己紹介に会社名を入れるあたり、さすがだにゃ。ちなみに、今回のこのクリーン&、あ、間違えるな。セーフティー&クリーン大作戦、23回目にあるんだけど、みんなは参加してどれぐらいなんだよ。会社として2年前からやってるらしい。ああ、そうなんだ。はい、で、あの我々は初参戦です。あ、もしかして新入社員ですか。新入です、はい、バリ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 です。ピッチピチだにゃ。一番いい時期じゃにゃよ。はい、ご参加お仕事頑張ってください。ありがとうございます。今日朝ね、8時くらいからみんなでやってくれてると思うんだけど、参加してみてどうかにゃ。本当にだよな、雨も思ってる。意外と落ちてないよね。雨があまりないです。そうだね、さっき一生懸命あさってたもんね。ゴミゴミって探さなきゃないです。そうだね、まあ、札幌も綺麗な街ということで、まあ、ぜひぜひゴミを見つけたらいっぱい拾っていただければと思います。はいはい、インテリジェンスさん、これからも頑張ってください。インタビューありがとう。あ、傘のゴミもあった。みんなダメだよ、ちゃんと傘ぐらい持って帰らないと危ないからね。ということで、カメちょっとあんまり少ないんですけど、ゴミを預かっていただければ。ありがとう、キビでした。あ、お疲れ様です。セーフティー&クリーン大作戦どうだったかにゃ。カムイも参加してみて、本当にたくさんの人が参加するのを見ることができたり、意外なところにゴミが落ちているのを発見することができたり、あとは街づくりに参加している人といろいろお話ができて本当に楽しかったにゃ。札幌市ではこういったゴミ拾い以外にも花植えとかお祭りとかいろんな街づくり活動をしているにゃ。みんなも北のカムイみたいに、ぜひぜひこういった街づくりがあれば参加してみてにゃ。新しい発見があるかもよ。というわけで、みんな最後まで動画を見てくれてありがとう。キビ、北野カムイでした。したっけにゃー。